それではここで、赤月さんの賞味期限からもう一曲聴いてもらいたいと思います。雑踏という曲です。ということで、雑踏という曲を聴いてもらいました。まあ、この賞味期限という CD なんですけども、はい、制作する過程ではまあいろんな苦労があったかと思いますけどもね、もう元々この CD を作るぞっていう思い立った段階からきちんとプレスしてこう流通を通して売れるものにしたいという、はい、思いが赤月さんの中にあったらしいんですけども、とにかくその目標7曲録音しようと、はい、で結果的には6日間でリズム取りからダビングミックスまで全部7曲6日間で7曲全部やり遂げたというね。すごいですね、はいはいはい、目標達成です、ね、目標達成したらしいんですよ、はい。まあ、それでもレコーディング以外でその1日に8時間とかスタジオ入ってリハーサルしたりね、事前の打ち合わせもかなりみっちりやったらしくて、まあ、赤月さんの中でもね、もうその曲に対するイメージとか完全に出来上がってたらしいんですよね。だからすごいレコーディングもスムーズに、いったということで、ですから
6日間で7曲といってもね妥協したわけじゃないっていう感じはしますね、はい、であのこの賞味期限のジャケットなんですけど赤月さんの顔がドーンと、うん、ね出てます。これ赤月さんのセリフなんですけども、表情から私という人間が見えるようなものを作るように意識したと。ファーストインパクトでその人柄が分かるようなね、そうなんです。一目見てなんかこういう人だと思ったみたいな、そう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 、そういうのをイメージしたんですかね。やっぱり作品をこうリアルに感じてもらいたいっていうことで、だからあの修正もなるべく少なくして顔のシミそばかすもあえて残したというって聞いたら探したくなりますよね、シミそばかすもね、はい、失礼ですけどもね、はい、でもまあそういうのなくて自信があるからまたまあまあまあそうでしょうね、そうなんじゃないですか。そうなんでしょうね、はいはい、うちのかみさんはまずね修正なしじゃない、とてもじゃないとてもじゃない、はい、初老ですから初老ですからね、初老ですもんね、はいはい、まあでもね非常に透明感のあるですね、ね、うん、涼しげなお顔で、はいはい、うちの神様ですか。いや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 、赤月さん、赤月さんの話です、申し訳ないけど、赤月さんの方ですね大丈夫そんなわけで、はい、賞味期限、CD 紹介してきたわけなんですけども、この CD のタイトル曲にもなっている賞味期限という曲を最後に聴いてもらいたいと思います、はい、聴いてください、賞味期限。持ちこたえれる君が10秒を
締めてくれ。